結構上がってくれるのはさすがです。遅かったらなんか御堂筋くんみたいな、シュッバイク走ってんじゃん、ちゃんとこんなやつはなんか止めたらあかんやろ、ちょっと急に輪が繋がってんじゃん、下ってるわしか見えへんけど、これディレス止まってるの、そうやな、どっか登りなの、登りやな、止まるわ、下りは正解や、言ってぬれだフフ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 フ、確認するね、止まっちゃうか、うわっ、ここ狙ってないよ、ああげろ、you
かんだ。どうだよ、その気がした。浮かれんの。まあ、浮かれた。まだパワー、どうしてるから。浮き返せんけど。そこまでする必要ある。まあ、山入ってきた。2度ぐらい涼しく、ああ、いや、これ痛い。なるほど、なるほど。すごい。あ、すごい。重い。いや、甘い気あるや。知らなかった。しかも100円やし。
から花見せるわ。
川を入れておきたい。早さでよ、まだ手出して、あえてそんな、すげえ、せめてライトぐらいつけてほしいな。こういうのってバクサクする。どうですか、ラバイタイムアタックとかしたんや。まあ自転車で渡る気がするから、でかいちゃう。以上に速いスピードで下ってくるのは想定外やったな。集団やったらあんな速いねんな。こうは弱虫メタルかよ。世界じゃないじゃん。でかいだろ。まあちゃうわ。しかも雨降って、水分高い。雨なら最近降った見たことない。ああ、ここで終わりか。ちゃうわ。ちゃうわ。この後もう一回、もう一回走る。なんか、飯屋みたいな、川床みたいなやつあって、もう一回、花。毎週踏み上げたら、傷になったら、降りて。沢田ヒロが、ダメだね。
意味あるね、すごいな。桜の紅葉ですわ。でも散ってるな。早いね、桜。バイクかグラベルバイク。何分ぐらいやったんやろな今は。ストラバルほんまに速いやつっておかしいわ。自転車もええの乗っとるんやろけど相当期待とんじゃな。普通のイメージで言ったら絶対運転って感じ。ゆっくり走ろうか。ここは先はあんま関係ない。バッテリー減らしてもさ、さあこの先自転車が取れるかどうか。すげえ遠いな、これ。ああ、違うな。もう一度だ、まあいい。ここも入れられた。うん、まあ。おお。しんどいわ。何時？2時間かかんのか、やっぱり。あれ、ちょっと見たら、そうかな。1枚折ってんのは膝ぐらいやから、それにね、38号61号走ってくれましたら、終点で標高700メートル超えてます。すごいっすね。ちゃんと今日山アップ仕入れてきた。山アップ何ちゅうとことで撮れちゃうやろ。
ゼロやな。通れるかもわからんけど、自転車は関係ないけど、車でも上行きたいやつはいるやろし、キャンプとかも回したらあかんけどしてるやつもいるかもしれない。なんか、はあ、空気圧は動かないんだ。 3.0 にしてきたけど、出てくる前測ったら2しかなかった。この間多分 2. ちょい動かった。なんか空気変な速いわ。なんでしばらくやってあかんのに、前も後ろも同じように減るのは不思議。痛まってきた。荷物多すぎやわ。さすがに充電器は持ってこなかったけど、ほんまは鬼峠行きたかったけど、昨日夜返ししたら起きられへんかったじゃん。しかも弱虫ペダルみんな忘れたし、アホやろ、アホやろ。一箇所買おうかな思ったけど、先週めっちゃ外れました。6着やった。伊勢番もなく6着。まあ6着でも走った方が賞金もらえるかもわかんない。ほら外れやからゼロやし、ね。しんどいわ。いつもやったらもうエコモードにしたいよ。なんか疲れた。飛んだらあかんわね。帰るときしんどいや。皮減っていく減っていく。エコモードにしよう。ギアも行こうとしようか。ゆっくり走っておったらそろって着くから。あの上で、ダメクロ峠かどっかわからんけど、山の一番上で、飯食いたい。飯食いたいよ。高級食食べようかな。あいだ、ギャップ乗り越えた時、首が痛いな。なんか首ヘルニアになりそうな。なんか首の軟骨が減ってつけんちゃうかって感じ。首そんなつこてへんのや。めっちゃ重いやん、これ何やねん。エコモードにしたら、鉛かって言うね。スタンダードモード軽すぎる。だっていつも減るわ。あんま足疲れたけど、トレイル走るときこの道路できへんの。61号抜けようかな、これだけど、ちょっと暑いな。さりきがなきゃ早くか。どこって分かるか。890メートルぐらいだよ。150ぐらい残らない。しんどいっすわ。あ、禁断の、まだ入れますな。ここがなんか、入れたら普通の道って感じ。すごい。スピードは関係ないから。アマチャリ並みの、アマチャリ平地で走るだけのパワーでも、すごいわ。あれが20キロとかはきついよな。ガチ組みしな。あ、息切れてきた。心臓疲れる。暑いな。空調60ボルトやったらやばいね。予備バッテリー持ってきないよ。警報の方を抜けようかな。またけど、あ、無理やな。
砂利道もしばらくあったもんな。相当長いな。まだあんな広いところもまだ来てない。あの香織さんとかの人と会ったのも動画ではカットしてますけど、ヨタ話聞いても一般の人は思わない。非公開で動いたのかな。どうせ顔映ってないから、まあ公開してもええっちゃいいけど、でもやっぱり面白くないな。自己満足話に交わした場合まず自己満やんな。山に興味ないとか人が見たら何やねんって感じやな。誰も見てくれへんしや。なんかアウトドア流行ってるから、アウトドアっぽい林道とかしたらちょっとぐらい見る人おんのかな俺。マジちょっとひどいってした。他の動画もちょっとやるけど、それよりひどいっておかしいな。みんな山とか別に行きたくないし関心ないね。じゃなかったら山ってもっと人いっぱい住んでるからって感じな。静音自分で論破してますね。桜に花が、うわ、すごいこれ、うわ、ふわふわや、あ、いや、ふわふわ、100パー突き抜けてへんじゃないですか。本線が突き抜けてへんやない。言うはずもない。インドだけど、起きて破りのトンネルでも掘ってさ、1キロぐらいで行けるしかない。林道って作業じゃない、トンネルとかあったら意味ねえやんからね。困って、まあ、トンネルあるとこあるけどな。和歌山とか行ったら、なんかようわからん、素掘りのトンネルとかあるよな。で、最近素掘りやったら崩れてくるからか知らんけど、なんかコンクリで、なんかのり面工事みたいな感じになって、固まってんじゃん。ここ行ったことあるわ。昼までやね。昔、俺がセラ乗ってる時、セラで行ったの、アホやな。こんな車で行くねやなって。アユ、およよ、アユかなんかわからんけど。腰痛いわ、マジで。まだですかって思って。700m、林道だけ登るのが、まだに決まってるわな。ほぼ、カーブとか、ヘアピンとかなく登るから、相当奥まで行ってるな、これ。ここはちょっとカーブしてますけど。絶対また戻っていくからな。こっち側ぐっと一回川がうねってるからさ、その稜線沿いに走ってるっていうだけの話。普通やったらこう川無視して山高かったらさ、つづら折りみたいになるじゃない。なってない。暑いね。日差しが暑いや。空調服なんかやっぱりいるな。休憩するとき邪魔やな。あのファンが背中に当たるから。あ、今日ケツ痛いわ。ケツ痛いからさ、なんかポジションくるくるやるからさ、腰が痛いわ。反面
わ、バッテリー減っていくわ。あんだけ温存したら465使いすぎやろ。それは、あとで見たら何番上がったか分かるやん。ストラバやってるけど、電動タイプでやってんね。当たり前やけど。普通のでやったら、タイム出すぎるからさ、フラグ立つじゃん。なかんで。一応、どんなもんなんかなっていうのは見るけど、俺より早いし、余裕で。まあ、超激坂とか、暗がり峠みたいなとこっていうの早いけどな。もう暗がり峠とか、行ったら次の日体バキバキだから、あかんで、あんな毎日登ってる人、信じられへんわ。もう毎日登ってもプロのタイムには及ばへんけど、酷やな。やっぱそういうプロの練習ってすごいな。でもあれ16分で登るのすごいよ、人力で。普通に登って電動でもガチで怖いのか、10キロ超えへんからな。一番きついとこってマジもう10キロ無理って感じ。2足ぐらいまで落ちたな。っていうかもうずっと2足縛り、一瞬3足入るかないとかあるけど、入れてるとき次シフトアップ間に合わへんからもう2足でずっと落ちたな。最悪1足で疲れたり1足、あの超きついところは、超きついところの手前とヘアピン越えたところ、あとがまだきついな。それ越えたら、まあ電動やったら楽や。もう最初から 15% ぐらいあるんちゃうってぐらいな。あの一方通行のところ。ここも勝って、まあ、ってことしてるやな。こんなとこ度胸も現れへんし、まあ何気にきついな。これ 10% ぐらいあるね。10% はないか。壊れる。これでいいわ。ガチガチだよ。噛み合ってないじゃん。一足にしました。登れる。疲れてきたわ。まだ先長い。やばい、この間、登った時85ぐらいやばかった。今日めっちゃ、62しかない。意味わからない。だけ踏んでんねん、ほら、金山やかっこえ。バッテリー届いていくわ。帰り坂登るってこう、サイクリングロードぐらいなんかな。ほぼないな。それはええねんや。帰ると50%以上ないと、気持ち悪いね。お乳とか言ったら、帰るとき 18% しかない。帰れるか。帰れへんかったな。しかも、余計なことしてブレーキ壊したりとかしてさ、手間乗って帰った真っ暗だった。よいしょ。めっちゃ綺麗や。ハゼの木みたいな。行動してるわ。
ああ、雪きれい。唯一のヘアピンカーブが来た。ここだけや。ここから行け、標高は歩いて。向こう行ったか。しんど。派手に来ちゃうわ。何か分からん。何や。水飲んどって見てなかった。うわ、怖っ。ヘアピンゴのことでそうでもなかった。普通だった。ああ、日陰になって一気に気温下がった。もう YPJER 乗ってて、前輪浮くとか、こういう間取ったやつとか、まあ、荷重の感じが高かった。氷がスリップするわ。今もそこから言うけど、ほら部屋が200キロ走ったのかさ、もう押し上がってさ、まあ、ちんたら走ったら200キロ走れるやろ。何時間かかんねえよ。脚力ない方がバッテリー減らへんかな。逆やねん。また痛い。もうなんかあんまり痛かったらちぎれるからあかんで、正面したらちぎれるわ。怖いわ。もうボクサーちゃうで。やっぱ今日山誰もおらへん。自然と沈み込む。全力力とかあり。暗がり峠レベルやったら体力きそうな感じやけど、とりあえず前傾って感じや。上りやけど前傾、上りやから前傾やかしやけど、砂が流されて言われてますわ。さっきの大宮通り来られて大橋や。あれちょっと広いな。千本通りやったら。そや、五条越えてから、急に大きくなった。そっちは足、一足しがいや。あ、50% 切れました。50% 切って、60% 切って。めっちゃ坂つくわ、きつかった。一層でこれだけね。すごいや。人力やったら絶対無理やわ。舗装してたら無理やわ。寒いぐらいやわ。ブレーカーでもええかな、思ったけど。なんかレインジャケットって、ウィンドブレーカーな、知らんけど。レインジャケットピン忘れたから、置いてきたからな。あれがウィンドブレーカーだし。
初めて来たけど、なんかわけわからん。どこまでやろう、ワクワクするけど。はよつけようって感じで。なんか四駆してた時懐かしいことがあればみたいなの思ってくる。わ、今は一個やけどな。わ、気持ちいい。一個プラス思ったね。バンバン走ろう。気持ちいいよ、これ。勝手に恨めるマイクって感じ。なんかしれっとワーバッシュとか出てきてるから、アメリカ仕様は YPJ でもグラベル仕様のやつ、なんか変なオリーブ塗装のやつなんかあったよな。日本でも出せよっていうな。あれで45のタイヤぐらいのホイール入ったらおもろかったよな。スピード出へんけど、なぜタイヤの幅40とかやったらあかんわ。40きつい。まあ25ぐらいにしたらいいから。多分25度今更乗ったら、ケツ浮いたら乗ってないよ。これでも痛いけど、ケツだよな。サスペンションシートとかいるのかな。とか言って、サスペンションシートで、なんか3ツアーとかやったら安いけど、なんかそういう以外のええやつって4万とか超えようかな。しかも今、円安やからさ。こんなん大体アメリカのやつやからさ、高いっちゃう。どこへ行くか、コラボです。まっすぐ走るか。衝撃受けた。首にめっちゃガキ。首鍛えな。歩いてくるよりは早いよ。しんどいね、これ。歩きでも、これ自転車で林道とか、なんとなく早いからさ、帰れるけど、歩いて、道路とか林道って結構きついわ。なんかワット数が42ワット。43、要は登れんな。終わらしちゃう。43ワット。自転車も43ワット。80ワット。80ワットぐらい。まあでもさすがに登った110何ワットやから、自転車と合わせて200ワットぐらい入れてる。すごい自転車。10キロ以上やったら2倍のパワーやから、人力と合わせたらすげえ。違うんか、音で出てんのか。人力100ワットやったら200ワット出んねん。忘れた。そしても休んだもんええから、何日も行きにやったのかな。スピード上げられへんわ。あれマジで、あの10時にすごいところでもう30分も登ってんのかな。下からやけど、ラッキー。なんかいいよ、終わりやろと思ったけど、まだか。川が左手やから、今右にあるからダメやな。最後すぐてどっかで走ってまたからな。
ここがあれか、ここだ、あれ、この川はあそこで、そしてあの広いところがあれやろ、ちゃうかな、ここなんか上登るとこもう一本なんかあるやろ、よかよか、どういうのがあれやろ、中高止め、中高止め、いいじゃん、厳しいやって、厳しいな、行くんやったら歩いてるから、最後ここだけ超絶激作や、お前ありとして言えば入っちゃう、何つもったんや、もうそれカットやし、やばいね、やっぱやばいな、だるいわ、ここ乗っていこう、54回で、時間が上がりすぎる、I'm gonna...